いよ、すごい。なんでこんなに。いや、人が。水分を取ることが大事なんだね。すごく皿の無駄遣いした。バターは入れていいよ。バターとか焼けに塩コショウを加えて、はい、あ、ちぎれた。ウィーキンさん、ぐーちゃん、レンコンからいきます。塩コショウは生用らしいです、このエビ。ちょっと生で食べてみましょう。このまま味噌汁。あらま、これやるべきなのかな。まあこれ、お刺身用なんで洗いませんけど、水気をしっかり取ってください。で、ここを、まあ、スプーンすり切り1杯ぐらいポンと入れます。で、エビは非常に傷つきやすい生き物なので、もううまそう。揚げすぎると風味飛ぶから勝負は一瞬。なんでダメなの？なぜ？やばい。
お、ダメなのに。塩いらん。だって塩かけてんもん。え、あれかけた？見てた？塩で揉んでるからこれ。あ、やからか。うわ、バリうまいやん。やばいやろ。うわ、やっばこれ。そうやね。うわ、めっちゃうまい。こんなうまいエビが200ちょいで置きっぱなしにされてるこの現実な。うまいわけないやん。え、うまいわけないやん。間違えた。うまくないわけないやん。いただきます。いただきます。美味しい。うん、うまい。あー、牡蠣って感じ。うん、美味しい。あー、牡蠣めっちゃサクサクじゃない。うん、なんか今日の天ぷらめっちゃうまい。ポテチみたい。美味しい。うん、おたらおたら、おたらどう？うわ、美味しいとこやね、それ。うん、うん、タラうまいわ。タラ美味しいな。タラやばい。天ぷらうまい。俺今日天ぷらうまい。すごいうまい。今日めっちゃ美味しいな。うん。あは。噛めば噛むほどうまみが出るこのエビ。やばいこれ。これやばい。手でかいでかい。最強やわ。生で食べるのとちゃうよな。エビの風味が増す。そうそう。生よりうまいわ。美味しい。止まらん。これやばいな。てかこれ結構最強かもしれない。これはもう貝の旨味と、もう牡蠣の旨味ギュッてなって、これはタラの淡白な感じとレンコンでネギの甘み、うん、何やねん。あ、美味しすぎる。やばないこれ。止まらへんねんけど。レンコン美味しい。レンコンチップスやな、これ。天ぷらって感じじゃなくて、うん、塩いらんな、レンコン。いらんと思う。ちょっと甘いもん。1週間これをするために頑張ってる気がするわ。濃い。失敗もするんですなんでだろうな。塩かな。塩がもしかしたらいらんかったかもしれへん。アサリうまいよ。エビやば、止まらん。あは、うま。牡蠣やばい。うまない。うんうん。確かに醤油入れんでよかったわ。やろ。うん。吐息がすごい。牡蠣美味しい。わお。なんでこんな美味しいの？エビ？うん、止まらない。こいつすごく美味しい、ちっちゃいくせに。うん、止まらん。これ250円だよ。あ、いいね。いいやろ。なんでエビってこんなうまいんだろう。ずっと食べれる。うん。プル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 。遊ぶな。美味しい。何が？エビ、ハラ、カキ、全部。あ、エビ3匹しかいないやん。いいの、これ食べて。うん。やば。くそー、もっとエビがあれば。これ普通に居酒屋やったらおかわりするレベルのエビやな。だってずっと食べれるもん。カキももう一皿いけんな、うん、こんなちっちゃいのにすごい旨味なんだよね。なくなってしまったね。悲しい。